王女殿下はお怒りのようです。星に。魔法が存在する異世界ファンタジーの世界、中世風の場所なのでまだ大陸が平定されておらずに誰が土地を多く獲得できるか競争の弱小国家の魔法使いとしてその弱小国家軍事の要になっているような魔法使いの天才の王女がメインヒロイン。そこに異世界から転移してきたメインヒロインのサオ役のオスがヒーロー役。そのサオ役が猫車とか現代知識無双をして内政魔人として頑張りつつサオ役をするというシナリオ。この漫画はいわゆる異世界転生したやつをサブキャラ扱いするという部分と言語理解という能力を有していないのでサオ役は N 年かけて言語を習得しないといけないという順番次郎システム。ここまでが前哨戦、なんやかんやあって急発展した国やベイワーということで諸国連合が攻めてきてサオ役や姫、国家ごと全部が目をべらした後に約千年後のファイアボールに転生した主人公は、そこで自分の恋人であったサオ役とクリソツのオスを学園で見つけるがそいつは記憶引き継ぎなし、さらには昔、自分を手ごめにしたいと思ってたヤンデレストーカーがどうしてもおせっせしたいということで転生したかなんかで主人公の JK に粘着するという感じを醸し出しつつ学園ライフをするとても説明が煩雑な漫画。前半の中世ナーロッパ風で小国が現代知識無双する漫画のノリの方が面白かったかなと思いました。まる。